備討伐の報酬で、公爵から宝具を授かった一行。その宝具は、魔法の玉かつえを使うと使用できるというもので、とあるものを召喚することができる代物だった。早速杖を購入し、召喚してみることに。召喚されたのは一風変わった見た目の、ウッドアーチャーと名乗るものだった。見た目に反し、高い攻撃力で敵を射る新しい相棒と共に、洞窟最深部へとたどり着いたが、そこにいたのはまさかの吸血鬼で。ミイクラ第5話、スタート。吸血鬼よ。ちょこまかと小賢しい。くらえ。うわぁ、瓶に当たっちゃった。大丈夫だ、すぐに治ったから落ち着いて攻撃しろ。それにしてもなんて速さなの。しかも常に宙に浮いているなんて、攻撃しづらいにも程がありますよ。今度は剣が飛んできたよ。瓶を飛ばしたり、剣を飛ばしたり、厄介な攻撃ばかりしてくるぜ。こうして剣が飛んでる間にあいつも動き回ってるし。これは弓を買っておいた方が良かったね。ジャンプしてあのおっさんを切るしかないわ。今です。今みたいにおっさんが隙を見せる時があるから、そこが攻撃のチャンスだぜ。この、ジャンプして攻撃するとは。うわぁ、毒だ。ウッドさんあなたも攻撃してください。顔ガキで力が出ないよ。元から顔ガキだろうが。あの剣に当たると毒のダメージを受けるよ。ただのダメージならいいのに、よりによって毒なんて。早く HP 回復してー。くっくっく、苦しめ苦しめ。あの吸血鬼、回復しているわよ。想像以上にこいつ、強いぜ。近寄れたと思ったら剣で攻撃して毒のダメージを与えてきますし。ああいう奴には遠距離で攻撃しないといけないんだろうね。とりあえず今は少しでも体力を回復したいわね。ああ、でも部屋の隅に行って回復しようとしても攻撃が飛んでくるからな。一旦逃げる。ああ、危ないところだった。部屰から出れたのかよ。いいえ、今ウプ主さんは、扉と外の壁の間に避難しているだけです。図にするとこんな感じです。随分とちょうどいい場所があったものね。おいウプ主、お前これ知ってたのか。うん、知ってた。嘘つけー。体力が危なくなったらここに逃げ込んで回復しましょう。これぞ裏技、あのヴァンパイアなんて全く怖くありませんね。ぐはぁ、全く怖くないね。説得力のかけらもねえな。やばいやばい、ちょっと逃げますわ。さっき出てきたばっかりだろ。ひぃー、本当にギリギリでしたね。あと少し毒の効果が長引いていたら織田仏だったわ。この奇跡の回避を無駄にしないよう、絶対に勝って帰りたい。そうだな、ここで死んだらもったいないぜ。吸血鬼、今度こそ HP を削り切ってやる。おやおや、まだ生きていたのか。当たり前です、死にそうになったけど。それにしても瞬間移動並みの速度で移動してるぜ。ちょこまかと小賢しいのはあんたよ。そうだそうだ、おとなしく同じ場所にいて。私はいいのだ。おや。宙に浮いているなら下からチクチク剣で突き刺してやりましょう。そうだね、針地獄だ。うるさい奴らね。ようやく敵の HP を77まで減らしたぜ。壁に突っ込んでる今がチャーンス。その調子です、このまま削れば勝てますよ。な、動けない。はっはっはっは、どうだこの吸血鬼。ぐはぁ。HP を50切ったわよ。やべえ、ウプ主の HP が通常の数に戻っちまった。ウプ主さん、命大事にです。ガンガン行こうぜ。命知らずとはこのことだな。それにしてもウッドアーチャーの野郎全然攻撃しないわね。マスター、すいません顔ガキで力が。だから顔は元から木だろ。ひたすら下から剣で切り続けてやる。いけー、そのまま切り続けるのよ。結局、人間に戻れなかった。でもまあ、人を襲うよりはいいか。迷惑をかけたね。ありがとう。襲いかかってきたから戦っちゃったけど、直せるのなら直してあげたかったわね。そうですね、あの人も悩んでいたみたいですし。まあ事情はどうあれ、生きて町に戻ってこれてよかったじゃねえか。うん、あの戦いかなりギリギリだったし力押しだったからね。きっとこれから先、あいつより強力な敵が待ってるわよ。武器や防具の見直しをしないといけませんね。公爵、調査完了だぜ。ふむ、なるほど、そんな男がいたのか。気の毒ではあるが、吸血鬼になれば治療方法はない。そやつは死んで解放されたのだ。お主は悲しむことはないぞ。治療方法がないなんて。そもそも吸血鬼ってどうやったらなれるのかしらね。さて、報酬だったな。今回は現物ではなく名誉を贈与しよう。この城にあるエンチャントルームを自由に使う権利を授けよう。ちなみに町にある安いのとは比べ物にならぬ高価なものだぞ。おお、これでいつでもエンチャントができるね。エンチャントに必要な材料はラクスラズリだけだから、町の屋台で買えばすぐにできるぞ。へえ、そんな簡単にできちゃうんだ。ところでお主、顔色が悪いぞ、吸血熱ではないか。
一度教会に祈りに行くことをお勧めするぞ。私そんなに顔色悪い。死にかけてるぞ。これは急いで教会に行った方が良さそうですね。吸血熱って恐ろしいわね。不運がずっとついてるぜ。あ、これのせいでソシャゲのガチャ運がないのかも。これにかかる前から悪いだろうが。ここが町の教会ですね。神父さん、ちょっとお祈りさせてくださいね。あ、ただでお祈りさせてくれたぜ。しかもうつ主に降りかかっていた不運も取れたわよ。あ、さっきの戦闘で防具が全損しちゃった。最初に間違って買ったストックがちょうどありますよ。あれはこうなることを見込んで買っておいたのさ。ミスってわーわー騒いでただろ。さて次はどんなクエストで、何の報酬がもらえるのかしら。もう治ったのか。はい、おかげさまで。ところで、お主は町の人間と話はしておるか。私コミュ障なもんで。顔からしてそうだと思ったわい。もうそんなにお肉食べられないって。待ちなさい、黄金。何よこの音。うぷ主、ちょっと静かにしてちょうだい。あれ？うぷ主、じゃない。うわあ。ちょ、青鬼、うぷ主起きなさい、食われるわよ。え、何？ああ。あ、はっはっはっは。え、なんでマリサが出てきたのよ。もしかしてマリサ、青鬼に食われてて、腹を突き破って出てきたの。いやいや、お前らを驚かそうと青鬼の着ぐるみに入ってたんだぜ。やってくれたわね。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん。あっち向いてほい。次のクエストは一体なんだろうな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。